こんにちは、粟田洋介です。先日鎌倉で開催した個展の最終日に日傘に絵を描くっていうご注文をいただいて、それで動画を撮りました。なので今日はそのトピックでいこうと思います。白い日傘だったんですが、ちょっと使い古してシミがついているということで、まずは大雑把にアクリル絵の具で塗って、その後にこの T ペンで絵を描いて仕上げました。ちょっと今日の動画ではアクリル絵の具にどのぐらいの割合で水を入れるとか、どのぐらいの割合のメディウムを混ぜるっていうお話はしませんが、以前に作った同じ方法でトートバッグに絵を描く方法を紹介した動画がありますので、リンクを概要欄に貼っておきます。よかったらそちらもご覧ください。絵の具の伸びを良くするために、最初に傘の表面に水をかけて楽しくおしゃべりをしながら絵を描きました。それが本です。考察して。それはそれで。こういう風に絵の具で描いていると、絵の具を床に垂らしてしまうことがあります。個展会場は鎌倉の革と手作りのお店、ガッシュさんだったんですが、1階が革のお店で、2階が展示スペースになってますが、とても綺麗なところで、床に絵の具なんかこぼしたら、とんでもないことになりそうです。そのガッシュの店主さんと傘のご注文をいただいた方が楽しそうにおしゃべりをしている目の前で、私は絵の具を垂らしてしまいました。お二人とも気づいたか気づかないのか、全然気にする素振りを見せませんでした。アウトラインのこれ素敵じゃないですか。そうそう、アウトラインが気に入って、これの白バージョンと、そういうことだったらね、塗りつぶさないようにします。ああ、全然全然お好きに。キャラクターが可愛いから。あのアウトラインは最初から残すつもりでいました。この T ペンで描くときにあの模様にマッチするように描いてみようと思ってたんですが、最終的にはそういうことはあまり考えないで描いてしまいました。はじめにもお話ししましたが、日傘のペイントを頼まれた時に、あの日傘は使い古して結構シミの汚れがついているということを気にされていました。なので最初にアクリル絵の具で大きい面を塗り始めました。傘に縦のシミがこうやって入ってるんですけど、そのシミを全部塗りつぶすとかじゃなくて、大きく絵の具を塗ることで縦のシミが目立たなくなりました。ちょっと茶番だシミだったので、茶色も混ぜて塗っていこうと思ったんですが、茶色を混ぜなくてもなんか目立たなくなってきたので、茶色を混ぜないで明るい色だけで塗ることにしました。新しく人が入ってくるとお話ししなきゃないなとか思って、そっちの方に気を取られてしまうことがあります。タイミングを見計らって、こちらから話しかけるなり、向こうから話しかけてきたらお話をすればいいやと思って絵を描いていたんですが、集中できなくなったので一旦ストップしました。気になって仕方がなかったので挨拶をして言葉を交わしてそしてまた絵を描き始めました。再生してもらったもうね、しみしみのこのなんかそうなんだ真っ白の傘だったんだけどなんかこういう使い方もありますよね、古いやつをちょっと全然新しいねお蔵入りしてたらしみしみになっちゃった古くなって汚れて使えなくなってしまったものにこうしてペイントをすることによってまた新たな気持ちで使うことができると思います。ペイントをすることによって新しいものを手にしたような気分になるんじゃないかと思います。とてもエコですね。内側から見るとすごいことに内側どうなんですかね、これ内側ああ、でも別に染みなかったですね、やっぱ傘だから。全然今お話ししている方の一人が私がペイントしたリュックを背負ってきてくださいました。それはクリーニングで塗ったかもしれないです、その時。ああ、そうなんですか。はい、洗ったりはしました。してないです。洗わないですもんね、それ普通は。はい、洗っても多分大丈夫だと思います。多分っていうか大丈夫ですありがとうございます。このモチーフのなんかイメージがあるんですか？ないです。あ、ないですね。これ結構いろんなとこで見るから、なんかイメージしてるのかな。線をペンで描けばペンで描きやすい描き方で描くし、筆で描けば筆で塗りやすい方法で塗るじゃないですか。で描きやすくて面白いものを見つけると、あ、いいなと思ってって感じです。また別の方がやってきました。前日にもお見えになってこのショルダーバッグが気になったようです。この絵、私自身も気に入っています。私もそれ可愛いなって、モチーフが可愛いな。お近くなんですか？ああ、そうだったんですか。旅行かなんか。そうです。かっこいい。写真撮ってもいいですか？すごいお似合いなんで。どうもありがとうございました。あのバッグも楽しい旅行の思い出と一緒にお家にお持ち帰りいただいたら嬉しいです。こんな感じでどうですか？はい、すごいですね。もりもりだくさん。ちょっとじゃあサインします。はい、お願いします。今年の記念に、今年の日付とかって言います。あ、全然。今日の日付とか。はい。あの時書いたんだなーっていうのが分かると思います。ありがとうございます。本当によくお似合いでしたね。どうもありがとうございました。この日は個展の最終日、この後も何人かの方に来ていただきました。初めてお会いする方も多く、そして皆さんとても素晴らしい方でした。またいつも来てくださる方も来てくださりました。とても素晴らしい出会い、そして再会に感謝いたします。この間 AI アートの時代に人が絵を描く意味というお話をしましたが、今回の個展もそうでしたが、全ての展示会とかイベントでいつも思うことなんですが、こうした人との出会い、そして皆様と私のアートをシェアする、そういうことを感じるたびに人がアートを作るという意味をすごく感じます。そしてこの YouTube ビデオでアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできることも私の喜びです。ということで今回の動画は以上です。よかったら高評価やチャンネル登録、コメントなどをいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。